都市の国、森の国、海の国、マリオ世界の旅へ、スーパーマリオオデッセイ。ピーチ姫との結婚式を企むクッパの野望を阻止するため、マリオは帽子の国で出会ったキャッピーと共にクッパを追って旅に出ます。マリオはキャッピーの力を借りて帽子を自由自在に操れるようになったのですが、さらに新たな能力を手に入れました。それがキャプチャーです。例えばキラーに帽子を投げるとキラーに乗り移って操れるようになります。ハンマーブロスもこの通り、あんなものやこんなものにも。マリオはキャプチャーを駆使して世界を縦横無尽に駆け巡ります。冒険に欠かせないのがこの帽子の形をした船、オデッセイ号です。その原動力は世界中に散らばるパワームーン。パワームーンを集めるとオデッセイ号がパワーアップし次の国へ行けるようになります。パワームーンは隠れているものや敵を倒すともらえるものなど様々、とにかくいろんなところに存在しているので世界をくまなく探索してみてください。それぞれの国にはクレイジーキャップと呼ばれるショップがあります。世界中で集めたコインを使ってその国ならではの帽子や服などを買うことができます。その時の気分に合わせてお好みの衣装で冒険を楽しめます。旅といえば写真、時間を止められるスナップショットモードでいろんな角度からマリオを撮影することができます。ズームしたり色を変えたり、回転させてスマートフォン向けの縦向きの写真も撮影できます。また旅の途中にはミニゲームで遊べる場所も。インターネットに接続していれば世界中のプレイヤーやフレンドのスコアやタイムを見ることができます。ジョイコンをお裾分けすればマリオとキャッピーに分かれて2人で協力して遊ぶことができます。2人で力を合わせれば手強い敵もこの通り。またアクションゲームに慣れていない方にお助けモードをご用意しました。行き先を示す矢印があったり、落ちてもすぐに戻ってこられるなど便利なサポートがついています。このモードはいつでも切り替えることができます。マリオ世界の旅へ、ニンテンドースイッチスーパーマリオオデッセイ。アミーボ。スーパーマリオオデッセイはアミーボに対応。ウェディングスタイルのアミーボでは衣装がもらえたり旅のお助けをしてくれます。さらに発売しているすべてのアミーボにも対応。アミーボを使うと各国に存在するアミーボおじさんがパワームーンのありかをマップに記してくれます。アミーボ